アーブカネモトアーブカネモトはアメリカ合衆国ユタ州出身のオートバイのメカニック、レーシングチームのオーナー。農家の息子として生まれ、彼のメカニック人生は10代の頃ボートレース用のエンジンに触れることから始まった。後には彼の姉貴のためにカートのエンジンチューンを行うようになった。1968年、川崎にレースメカニックとして雇われた。 1973年には、ライダーのゲイリー・ニクソンと組み、速いが扱いにくい2ストローク3気筒 750cc の川崎 H2R で、US 国内、ロードレース選手権を制した。1979年に、ニクソンが引退すると、金本はヤマハに移り、若いフレディ・スペンサーと組んで 250cc クラスの国内選手権を制した。 翌1980年もスペンサーと組み、1981年にはロードレース世界選手権のヤマハチームメカニックとしてヨーロッパに渡り、元 500cc クラスワールドチャンピオンのバリーシーンと組むことになった。金本はその後ホンダに移籍し、フレディ・スペンサーを1983年の 500cc クラスチャンピオン、 1985年の 500cc、250cc ダブルチャンピオンの栄光に導いた。1989年ロスマンズ金本、ホンダ NSR500 を狩るエディローソン1989年に金本は独立し、自らがオーナーの金本レーシングを設立する。エディローソンを用して、ロスマンズ金本ホンダとして 500cc クラスに参戦。 HRC 直営ワークスチームを破り、初年度にして見事チャンピオンに輝いた。翌1990年にはローソンに代わり、ワインガードナーと組んだが、二度のクラッシュが影響し、シーズン2勝シリーズ5位に終わった。1991年は 250cc クラスにエントリーし、ルカ・カダローラをチャンピオンに導く。15戦中8勝、12戦で表彰台に立つ。 圧倒的な勝利だった。翌1992年には 250cc と 500cc の両クラスに参戦し、250cc クラスではカダローラが2連覇を果たした。一方 500cc クラスでは再びガードナーと組んだが、開幕戦で右足を骨折してしまい、代役として2戦出場したダリルビーティーが3位と6位を記録した。 その後復帰したガードナーは一生を収めるが、この年で引退することになった。1993年からは再び 250cc クラスのみのエントリーに戻る。マックス・ビアッジと青木の部圧のペアを要し、それぞれが一生、ビアッジがシリーズ4位、千0圧氏がシリーズ11位に入った。1994年にはワークスホンダと、 同様、ロスマンズのスポンサードを失い、HRC ワークスカラーでの参戦となった。全日本ロードレース選手権チャンピオンの岡田忠幸を要し、用し岡田は、シーズン2勝、シリーズ2位に入る活躍を見せた。1995年に、チームは 500cc クラスに復帰した。アレックス・バロスを擁して、モービルカラーのマシンで参戦し、シリーズ7位の成績を収めた。 1996年には、かつての名優、カダローラと再び組み、シーズン2勝シリーズ3位に入る活躍を見せた。カダローラの買った、NSR500 は、大きなスポンサーのない純白のカラーリングだった。1997年は 250cc クラスに戻り、再び、ビアッジと組んで、マルボロチーム金本ホンダとして参戦。前年までアプリリアで、 クラス3連覇を果たしていたビアッジは、シーズン5勝で見事4連覇を達成する。翌1998年は、マルボロ、ビアッジと共に 500cc に移り、開幕戦で優勝を果たしたビアッジは、シーズン2勝、シリーズ2位に入る活躍を見せた。1999年には、ビアッジに代わりジョン・コシンスキーがチームに加入、メインスポンサーを失い、 ブルーのカラーリングの NSR500 でシーズンを戦った。開幕戦でポールポジションを獲得したものの、思ったような結果を残せず、コシンスキーはシリーズ8位に終わった。資金難に苦しんだチームは、この年をもって GP 参戦を一時休止することになる。2000年からは、最高峰クラス参戦を目指すブリジストンと契約を結び、開発担当チームとして、 テストを行うようになった。2002年には、タイヤの実践テストを目的に、同社のスポンサードを得て、ユルゲン・ファンデン、グールベルクをライダーに用して GP に復帰を果たした。しかしこの年からモートジッピーに解消され、4ストローク車税有利となっていた。最高峰クラスでは、2ストロークの NSR500 では満足な結果は、残せず、グールベルクは、シリーズ13位に終わった。 この年以降、金本レーシングの世界選手権への参戦は行われていない。チームとしての参戦休止後も、アーブ金本は、モートジッピーとの関わりを保った。2004年には、鈴木モートジッピーチームにテクニカルコンサルタントとして招かれ、ケニー・ロバーツ・ジュニアと組んだ。翌2005年には、レプソル・ホンダチームにテクニカルディレクターとして招かれ、かつての名優。 マックス・ビアッジと組むことになった。2001年、アーブ・カネモトはオートバイの電動入りを果たした。ありがとうございます。